今月のフレッシュマンは阿蘇市黒流町でトマト農家を営んでいらっしゃいます男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。松田優也、22歳、阿蘇市黒流町に住んでます。はい。松田さんは、トマト農家になろうと思ったのはどうしてなんですか？もともと親が、トマト農家だったので、高校生ぐらいの時に手伝おうかなって考えてました。はい。その高校生の時にトマト農家お父さんと一緒にやろうって何かこう抵抗とかはなかったんですか？どうしてその道にこうな理由といいますか。いやでもまあ昔から手伝ったりしてたんで、まあ抵抗というか、はなかったんですけど。はい。実際に高校卒業後はどこかでお勉強されて今のこのトマト農家ということになるんですか？はい。農業大学校に行って、2年間勉強して帰ってきて就農しました。はい。じゃあ今が2年目。はい、2年目です。就農して2年目、いかがですか？やっぱりこの仕事の楽しいところとか、まあ、ちょっとこういうところがきついなっていうのは何かありますか？なんか難しいなとは思います。やっぱ植物ですので、急に晴れたり雨が降ったりしたら、調子が悪くなったりしおれたりして、そういうところが大変だなって思います。はい。松田さんが作るトマトはどんなところが自慢ですか？美味しいです。はい、シンプル。なんですかね、みずみずしくて丸かじりするのがおすすめです。はい。トマトのこの忙しい時期っていうのは、まあ、今がピークでこのあといつぐらいまで続くんですか？大体取れるのが11月の初め頃までは、はい、取れます。トマトが取れない間はどんなお仕事？いろんなところにバイトに行ったり、はい、やってます。はい。ではちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、まあ、22歳ということでまだまだお若いので結婚願望とかはあるなし、どっちでしょう？はないですね。ないです。まだ、はい。今やっぱり仕事とか遊びの方が、はい、遊びが大事です。はい。もし、まあ、お付き合いするとしたり結婚するとしたらどんな人がタイプですか？そうですね、優しくて、笑顔が素敵な人がいいですね。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？美味しいお料理屋さんとか、はい、行きたいですね。はい。じゃあ食べることもお好き？そうですね。はい。では最後にですね、こちらのカメラに向かって、お仕事の PR お願いします。今、一番美味しいトマトが美味しい時期になりますので、皆さんぜひ、買っていただいてたくさん食べてください。はい。ありがとうございました。では最後に一緒に決めポーズをお願いします。はい。今月のフレッシュマンは阿蘇市黒流でトマト農家を営んでいらっしゃいます松田さん、ご紹介しました。では行きます。せーの、フレッシュマン。さよなら。バイバイ。